教官である君自身、そういった表現が妥当だろう。なるほど。ちょっと待ってください。黙ってついてきたら勝手なことをペラペラと。そんなことを、こんなクラスに所属するなんて一言も聞いていませんよ。適性と選抜の結果だ。クロフォード候補生、不満ならば荷物をまとめて軍系学校に戻っても構わんが。軍系学校、納得はしていませんが状況は理解しました。それで。ああ、シュバルツァー教官以下4名は商用祭内部に入りしばし待機。その間各自情報交換と、シュバルツァー教官には候補生にアークス2の指南をしてもらいたい。了解しました。はあ、これでようやく稼働と。ぐずぐずするな、弟子候補。10分で準備してもらうぞ。ったく、聞いてた以上にふざけた学校みたいだな。本来ならば部外者には立ち入ってほしくないのだが。言われなくても余計なことをするつもりはねえよ。あいつの入学を見届けたらとっとと行かせてもらうぜ。結構。後続の紹介があるとはいえ、勘違いはしないことだ。この後お仲間たちと帝国内でどう動くかも含めてな。そいつはお前さんたち次第じゃねえのか。いろんな思惑が絡み合ってるとはいえ、こんな分校がポンとできちまう。そんな状況を生み出してるのはどこのどいつだって話だろう。さすがは永久といったところか。仕掛けの訓練施設で概要に詳しくは何も。地上は一辺50アージの立方体。知り合いですか。まあそうだな。それはともかく、準備が整うまでの間申し訳ないが、到着したばかりで俺は名乗る人、灰色の騎士リーン・シュバルツァー。学生の身でありながら1年半前にあった帝国の内戦を終結させ、クロスベル戦役でも大活躍した、帝国どころかクロスベルでも知らない人はいないくらいの有名人じゃないですか。補足すると、その後も在学しながら帝国各地の事件や返事を解決し、昨年10月の北方戦役ではオーレリア、オレス両将に協力する形でノーザンブリア併合に貢献したらしい。そうなの？オーレリアってさっきの？っていうか、ノーザンブリア併合に貢献したって。ご情報ですね。実際には。いや、よく知ってるな。英雄なんて過ぎた呼び名だ。それでも改めて名乗らせてくれ。リーン・シュバルツァー、トールズ士官学院本校出身だ。先月卒業したばかりで、ここ第二分校の新米教官として本日赴任した。武術、気候兵教練などを担当。座学は歴史学を教えることになる。7組特務課の担当教官を務めることになるらしいから、よろしく頼む。では自分も。クルト・バンダールって、シュバルツァー教官のことは一応噂以外にも耳にしています。バンダール、するとゼクス将軍やミュラー中佐の。ミュラーは自分の兄、
ゼクスはおじに当たり、まあ髪の色も含めて全然似ていないでしょうが。それは。確かに黒髪じゃないし。それはともかく、そのメガネはだと。あまり似合っていないので、外した方がいいと。まあ、それなりに需要はありそうですが。ああ、似合ってないのは自覚してるから、勘弁してくれ。よろしく、クルト。それじゃ。ああ、もう、わかりました。ユーナ・クロフォード、クロスベル警察学校の出身です。正直よろしくしたくないけど、そうもいかないのでよろしく。クロスベル出身か。ちなみに警察学校というのはクロスベル軍警学校のことだよな。併合前は警察学校でした。それを帝国が勝手に変えて、それとも正式名称以外は使うなって言うんですか。いや、タイプない。悪い、無神経だったようだ。別に、私も言い過ぎました。でも、納得はできません。ああ、だろうな。最後は私。アルティナ・オライオン、帝国軍情報局の所属でした。あっさり明かすのか。一応ここに入学した時点で所属を外れたことになっています。どうかお気になさらず。聞き捨てならないことを聞いた気がするんだが。情報局って噂に聞いたって、それよりことになってるって。失礼、噛みました。相変わらずだな。お待たせしました。アインヘル訓練要塞レベルゼロ、セッアークス2の準備がまだならお願いし。これって僕たちと同じ新入生だった。了解だ、少し待ってくれ。さて、いきなりになるが、3人ともこれを持っているか。ええ。送られてきたやつね。まだ起動はしてないけど。戦術オーブメント、所持者と連動することによって様々な機能を発揮する。能力魔法が使えたり、身体能力が向上したり。この最新端末アークス2ではさらなる新機能が実装されている。アークス2。エニグマとは違う帝国製の戦術オーブメントか。正確には帝国ラインフォルト社とエプスタイン財団の共同開発ですね。いよいよ実戦配備ですか。ああ、新機能について3人ともこれを受けた。これはエニグマにもあった。ああ、基本概念は同じはずだ。開いたスロット版の地。了解。さて、俺もつけておくか。マスタークォーツが装着されることでアークス2が所持者と同期した。これで身体能力も強化され。なるほど。なんかエニグマとは結構仕様が違うよ。ふっ、準備は済んだか。シュミット博士。ならばとっとと始めるぞ。レベル0のスタート地点は B1、 地上にたどり着けばクリアとする。博士、そんな、ダメですよ。そんなのいきなり使ったら。えい、ラッセルの孫のくせに常識人ぶるんじゃない。それでは見せてもらうぞ、7組特務課とやら。
この試験区画を基準点以上でクリアできるかどうかを。みんな足元に気をつけろ。バランスを取り戻して落下後の受け身を取れ。アルティナはクラウストラス。心配無用か。もう何なのよ一体。あの博士って人が話してたら学校って床が傾いて。その確かユーナだったか。え？悪いけど動けるなら自分でどいてもらえないか。重さは大したことないけど呼吸がしにくくてかなわない。な、これは弾力性のある床、打撲の心配はなさそうです。しかしまたリーン教官のような不埒な状況になっていますね。だから誤解を招くようなことを言わないで。って教官ってそういう仕様ですので。事故というのはこの際関係なさそうだ。弁解はしない。一発張り飛ばしてくれ。殊勝な心がけじゃない。そんな風に冷静に言われるのもそれはそれで腹が立つけど、遠慮なく行かせてもらうわ。これだから帝国の男子っていうのは。別に帝国動向は関係ない気もしますが。その災難だったな。別に無様な体勢で滑落したのも修行不足です。それに偶然とはいえ女子に無用な恥をかかせてしまった。そうか。随分しっかりしてるな。3人とも大きなダメージはないな。それではこれより各自武装を見せてくれ。で、こんな茶番に。博士のことは知っているが、あくまで本気で無事ここを抜けるためにも全員のスタイルを知っておきたい。